絶望ネームカリスマニーヤン。でも女性ですね。カリスマニーヤンなのにね。もしものことがあったら本とか CD とか DVD とかを処分してと不友達と約束し合っています。新谷さんはこれは将来の夫には見せられないというものはありますか？私だから言ったけど不女子じゃないからないよ別に。見せられないものなんて。例えば見せられないものって何？もしくはどうして夫に隠すの？その趣味を隠しちゃダメ。分かってくれる人と付き合わないとさ大変でしょ？先々不女子ってさ見つかる前に言え。あ、はい、どういう定義なの？分かんないです。私が思っている不女子は BL が好きな人。 BL が好きな人。でもりょうこ別に BL 好きじゃないからね。普通よ。なんかオタクな女の子は不女子みたいな定義がなされてんじゃねえのかな、うん、そういうことなのかな。オタクな女子イコール不女子って言うんだったら私オタクだけど、でも私別にそしたら将来の夫に見せられないもの持ってないわ。何でも見せれるよ。ほう。だって隠すようなものって例えば何さ。これを不女子イコール BL が好きな女子っていう風にするんであれば、こうほらなんか仲良しな男子どもの雑誌とかさ同人誌とか見せられないって思うかもしれないじゃないですか。そういうのは持ってないんだ。持ってないですね。本は、あ、CD はあるけど。CD はあるけど。これドラマ CD はある。まあ、仕事柄ね。いや、出てない私一個も。いや、出てない私一個も。もらった。もらった。これちょうだいっていう。これちょうだいって聞いて。え、じゃ普通に昔パッてあるけど。じゃあ私はそれは別にそれが聞きたい。話が違くないじゃ。違う。私基本的に声フェチだから好きな声優さんが出てるドラマ CD は買うっていう時期があったんですよ。どんだけ BL って書いてある下のさあんなの聞くわけだ。これはだから別に違うよっていう。また弾いたよねぐちゃぐちゃっつって、うん、だ別にこれ BL が聞きたくて買ったわけじゃないけども、その声優さんの声が聞きたくて買ってるのはあった。最近はない。はけど別にそれは将来の夫には見せられるよっていうだけ。なんと奇遇なはアウトじゃないですか。でもしじゃあ将来の嫁がなんと奇遇なを持ってたらどうしますか。なんと奇遇なを持ってたら、うん、困ったねそれね。そうそう、じゃああれはじゃあ見せられ、あれもし持ってたら見せられないかもね。そういう反応されるんだったらね。持ってたらどうしようかな。どうしますか持ってたら。まあそれでも好きだったらしょうがないかな。でも悩むとこだね。やっぱ悩むんだ。いや悩まないんだ。どっちだ。次行く。あ、そうですね、うん、なんかもうよくわかんない。次行きましょう。